サービカータイの田舎町ペッチャブンに住む川島です。今日はですね、どんな動画かと言いますと、お芋の動画ですお芋の動画、実はですね、僕は無類のですね、お芋好きで、さつまいも好きでですね、Facebook の方もですね、検索でいろいろですね、お芋の方を検索をしていたらですね、なぜだか Facebook 広告はお芋のですね、 Facebook 広告がどんどん流れるようになりまして、いろんなね、広告が流れてきて、茨城産のですね、本物だと書いてあるやつがあるんですけども、これはですと、5キロたったの1590バーツって書いてありますけど、たったじゃないですね、めちゃくちゃ高いんで、これはパスですね。それでですね、僕が購入したの実は最安値のですね、5キロ299バーツというですね、焼き芋を購入してみました。はい、どんなね、焼き芋が届くかっていうのはちょっと不安でしたけども、一応ですね、届いた芋を見た限りでは、腐ってもいなかったので、その辺は安心しましたね。あとは甘いかどうかっていうのはちょっとやってみないとわかんないんですけども、その他にもこういう干し芋ですね、はい、干し芋の状態になって売ってるものもあって、1キロ890バスと、おお高いということでですね、今回は、この5キロ299バスのお芋をですね、 Facebook 広告から購入して、自分で焼き芋と、それからふかし芋と、それから、干し芋の方を、やってみたいと思います。いろんなですね、お芋のパターンをやってみて、どれが一番おいしいかっていうのをチェックしたいなと思います。それではですね、ここから皆さんと一緒に、お芋作りの動画を見ていただきましょう。それではどうぞ。おはようございます。今日はですね、5キロ299バーツのさつまいもを使ってですね、まずは、お芋をですね、蒸してですね、そして、干し芋をですね、作りたいなと思っております。ふかしたさつまいもをですね、今スライスしたので、こちらの中にですね入れて乾燥をね、させたいと思います。さて、うまく干し芋ができるかどうか楽しみです。干し芋ですけども、2日目に入っております。何でもですね、3日から5日間干すそうで、今ですね、今日は2日目になっております。今のところこんな感じになっております。で、湿気が多いとですね、なんかカビが生えるらしいので、その辺はちょっとチェックしないとダメですね。はい、これからですね、こちらを、まずふかしてですね、大学芋をですね、作りたいと思います。タイのね、蒸し器はね、こんな感じの蒸し器ですね。で、これがですね、100バーツですね、確かね。はい、とても、安い蒸し器になっております。蜂蜜をかけてですね、大学芋の完成となりました。なかなか美味しくできましたね。はい、干し芋ですけども、大体ですね、干された感じがするので、収穫をしたいと思います。いやー、いきなり雷雨みたいのが多分来ますね。いや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 、雨雲が来ましたね。我が家のですね、マンゴーもだいぶですね、少しもう熟れてきたかな、みたいなね、あれに食べられますね。もうちょうどちょっと収穫しましょう。風がすごいわ。で、こちらのですね、マンゴーが皆さんの好きなね、毒米酒なんですけども、まだね、植えて種からですね、
育ってきてまだ3年なので木の幹がやっぱりね太くないので実なりがやっぱり小さいですね。これが売れるかどうかちょっと疑問ですね。やっぱり5年ぐらい経たないとマンゴーの木はなかなかいいマンゴーができないですね、はい、こちらがですね出来上がった干し芋なんですけどもこんな感じで出来上がりましたがただね食べるととてもね噛み切れないぐらい硬いです。これで4日間干しましたけども干しすぎなのかな、これちょっとこれはちょっと失敗だね。硬っ、失敗ですあの干し芋の美味しいやり方分かる方教えていただけると助かります。インケンマーちゃん終わりだえ金金水金来年えパン県令めちゃいのはおーし金パンめちゃいね金金おーし金相当硬いようですね。今日はですね先日、5キロですね299バーツで購入したですねさつまいもをですね焼き芋したいと思います。最悪な。ヤシの木がすごい火がつく。一門くん
今日はですね、このさつまいもをアルミホイルに巻いてですね、焼いていきたいと思います。こんな感じでですね、まずは、焼き芋をですね、アルミホイルにくるみました。これからね、焼いていきます。まあ今ね、嫁さんがやってましたけどね、ヤシの実がすごい火がつきやすいですね。これはすごいキャンプに持ってった方がいいな。嫁さん、火起こしのね、天才なんですね、うちの嫁さん。はい。今日はですね、お姉ちゃんのお店で日曜日なんでね、お芋を焼いております。さてさて、これは5キロですね、299バーツのお芋で、一番ね、Facebook 広告で安いやつを買ったんですけども、一応ですね、ふかしてみたら、まあそこそこ美味しく食べられましたね。で、今日はですね、せっかくなんで、焼き芋をやろうということで、先ほどですね、ロータスでアルミホイルをね、購入してきました。アルミホイルがね、びっくり、91バーツですね。いやいや、結構高いんだね、アルミホイル。で、先ほどですね、嫁さんが、ヤシの木でですね、ヤシの木を裂いて、火起こしに使ってましたけども、いやー、これがね、強力ですね、かなりね。いやいや、びっくり、こんなに火になるんだ。これはもう、ヤシの木はもうキャンプに必需品ですね、これ。着火剤とか絶対いらないですね。はいはい、結構強力です。焼き芋をですね、美味しく焼くには、まんべんなくですね、火が通るようにしなきゃならないようで、このようにですね、アルミホイルで巻いて、しかもですね、このトング、こいつトングを使って15分ごとにひっくり返そうですね。で、火がまんべんなく焼き芋の方に通るようにするようです。出来上がりがどうかですね、この竹串で刺して、あ、まだ硬いですね。お、これは、お、お、お、これは柔らかい、これ柔らかくなってる、これもいける、あ、いけるいける、こっちの小さい方はもう焼けてます。こちらの小さい方はもう焼けております。出来上がりです。焼き芋が出来上がったので、ちょっとどんな感じに仕上がっているか見ていきましょう。パチパチパチ、おー、おけまい、おー、で、これをパチパチ、おお、こんな感じで、こんな感じです。パックに。おお。あちあちあち。ちょっとの食べて。あちあち。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 おお、開く。あっち。甘い。なんかちゃん甘い、甘い。わん。きまい。あろい。Thank you.
わん。あらい。5キロ220、299バーツも焼き芋するとかなり甘いですね。はい。これは、買って大正解。ハロキンディシー。娘はね、今、一人ソングランやってます。偉大だ。それでですね、先ほど、動画内でも見ていただきましたけども、これ干し芋ですね。僕が作った干し芋ですけども、めっちゃくちゃ硬くてですね、どうしたもんかと思って、一応ですねレンジでもう一回温めてみたら、結構ね、結構柔らかくなりましたね。で、うん、一応食べられる硬さまでにはなりました。うん、ただね、甘さはね、いまいちかな。さっき動画で見てもらった焼き芋の方が多分甘くて美味しいと思いますね。でもまあ食べられないことはないですけど、これは愛犬キャンディのですね、お菓子になりそうですね。バクついて食べております。今日はですね、お芋の動画を見ていただきましたけども、いかがでしたでしょうか。先ほどですね、動画内でも見ていただきましたけども、嫁さんね、火起こしがね、半端じゃなく、うまいんです。伊達の男よりね、はい、完璧だと思いますね。で、ヤシの木をね、ヤシの実の、要は乾燥したやつですよね、まあ、剥いたやつの乾燥したやつは、あれ本当火が回りが早いので、皆さんもねおすすめです。はい、まあ、今度ですね、キャンプをする時にはですね、あれでちょっと火起こしをしてみたいかなとも思っております。いつもですね、僕の動画を見てくださって本当に、感謝しております。それからですね、いつも温かいコメントをねいただいている皆さんも、本当にありがとうございます。動画をですね作る、励みになっております。今後もですね、こんな感じでゆるゆるの動画があったりですね、ペッチャブもですね、まだまだ美しいですね景色のところがたくさんありますので、そのあたりをですね、ドローンを飛ばしながら少し紹介もしていきたいなと思いますので、引き続きですね、チャンネルを見ていただけると嬉しいです。まだですね、チャンネル登録をしていただいていない方は、ぜひとも、この機会にですね、チャンネル登録をよろしくお願いします。それからですね、グッドボタンもいただけると、映像制作のですね、励みになるので、よろしくお願いいたします。それではですね、次の動画でまたお会いしましょう。それではまた。